こんにちは小説家の平野啓一郎です今日は、えー、多様性と他者との関係について少しお話をしたいと思っています、えー、多様性が重要だとそしてそのために分断と対立を克服しなければいけないというのは、まあ、今に世界中で強調されていることでそのことについては僕もまあ完全に同意していますそしてどうすれば それが実現できるのかということについて政治的なさまざまな議論がなされていてまた運動も行われています基本的には二つの考え方があるのではないかと思いますまずその多様性というのを実現するようなより高い次元の価値観を実現していくと例えば基本的人権の尊重だとか法の下の平等だとか あるいはヒューマニズムだとかですねそういったものを実現していくっていうことが重要だということでこれはですねもちろんそれについては僕もあの完全にそう信じていますし僕たちの政治的な努力というのはいつもそれに向けてなされていくべきだというふうに思っていますその一方でですね僕は今日お話したいのはより細かなですね人間同士の関係性の中関係性を通じて多様性を実現し 分断と対立を克服していくという、えー、術があるのではないかということですアマルティア戦という、えー、経済学者がいますけれども彼は社会の分断と対立を工作する人間にとって最も重要な戦略は、えー、一人の人間個人を一つのカテゴリーアイデンティーに一対一で結びつけてしまうことだと言っています例えばあの人は黒人だあの人は白人だとかあの人は男だあの人はキリスト教徒だというふうに 個人を一つのカテゴリーに結びつけてしまいますと黒人と白人だとかアジア系の人間とヨーロッパ系の人間とかっていうふうなカテゴリー同士の対立を煽ろうとしている人たちにとっては非常に都合がいいわけですね。また個人,人と人との結びつきを維持しようとする人たちにとってはそのようなカテゴリーで分断されてしまうとそこにコミュニケーションの経路というのは断たれてしまうと。しかし僕たちは 男であるとか女であるとか黒人であるアジア系であるっていうような一つのカテゴリーには到底収まりきれないような非常に多様な属性を実は備えています例えば僕であればアジア系の人間であり日本人であり男性であるいは子どもを2人育っている父親で音楽が好きでジャーズが好きでロックが好きでえもちろん小説家であり エドガー・アランポーも好きであればドステフスキーも好きでというふうに非常に多様な一面多様性を僕持っていますそうしますと僕たちはカテゴリー同士で隔てられた人の中にも何が共通する属性というのを探し出すことができるはずなわけですね文学が好きだとか、えー、野球が好きだとかあるいは子育てをしていて二人の子供を育てていろいろ苦労があるとかでそういった それぞれの人間が抱えている多様な属性の中のどこかで僕たちは相手との回路を開拓しそれを維持することができればたとえカテゴリーで分断されたとしてもコミュニケーションとと維持すするることがでできるわけなんですねそして一人の人間を決して一つの単一のアイデンティティに回収することなくそれぞれの人間が内的に多様であるということを認めるのであれば僕たちは常に他者との 関係を維持するチャンネルというのが開かれているということが言えるのではないかと。で、それが、えー、多様性を克服、多様性を維持するために分断を克服していく一つの、えー、戦略ではないかと思うわけですね。で、この線が語っている話を少し僕なりにアプローチを変えて語ってみたいと思います。で僕は注目しているのは個人という概念です。このインディビジュアルという概念は、えー、欧米の人にとってはまあある意味自明の概念かもしれませんが。 我々アジアの国から国の人間にとってはこれは近代になっててから初めて輸入されたた概念でしたそしてインディビジュアル個人というのは一体どういう概念なのかということはそれだけにより意識的に考えてこなければいけませんでした。個人というのは文字通り分けることとができないという意味ですね。ですからその肉体的にもその主体においても一人の人間というのは分割不可能な一体性を備えていると。 その分割不可能な存在に基本的な人権を与えてそれを社会の最小単位として制度をデザインしていくというのが近代という時代だったと思います。しかし僕はこの個人分けられない一人の人間という存在に対して分人といいう概念を唱えて提唱していますこれは僕たちは人間僕たちは対人関係ごとにいろいろな自分に変化していくわけですね。例えば 恋人と一緒の時の自分とか会社にいる時の自分とかあるいは両親といる時の自分昔の幼なじみといる時の自分っていうのは少しずつ話し方も違えばその時のの気分分もも違うし態度も違ううううし態度というふうに異なった自分を生きているわけですねでその振幅がすごく大きい人もいれば大体まあそんなに違わないって人もいるかもしれませんがやっぱり恋人と部屋で二人きりにいる時の自分と会社で 同僚と真剣な話をしている時の自分というのはやはり同じではないんじゃないかとそして僕はその個人の中で対人関係ごとにあるいは環境ごとに分化する一つ一つの人格を個人に対して文人ディビジュアルと名付けましたそして一人の人間は複数の文人の集合体であるというモデルで人間を捉え直そうとしていますこれは旧来のペルソナのモデルのように中心に本当の自分という核があって 社会とコミュニケートするために仮面だとかペルソナといったものを表面的に複数使い分けるしかないという考え方ではなくて対人関係ごとの文人というのは全て本当の自分だと考えてその複数の文人が中心もなくネットワーク化されているというモデルですでその人というのも決して同じ比率で自分の中に備わっているわけではなくて。 例えばその時付き合っている恋人との分人っていうのが非常に重要であればこの円グラフの中でその恋人との分人が30%ぐらい占めているとで会社の同僚との分人が15%ぐらいとかですね仲のいい友達との分人が10%とか小説家としての分人が20%とかいくつかの分人というのを抱えていてそれは対人関係が変わるごとにその比率っていうのは変化していくというふうに考えます。 でこの考え方を僕は小説執筆を通じて発展させてきたんですがその一つの動機は自己肯定と自己否定について考えるたためでしたと言いますのも一人の人間を分割できない一体の存在として考えますと僕たちが人生で見舞われるトラブル一つ一つを全て自分の全部として受け止めてしまうことになるわけですね。例えば職場が非常に辛い人は 職場にいる自分が辛いというんじゃなくてその自分の全部に対して非常に辛い気持ちになってしまう自己否定的な感情を抱いてしまうあるいは親子関係が非常に悪い人はその親子関係だけじゃなくて自分の全体に対してこう生きるのが辛いっていうような感情を抱いてしまうところがもし僕たちがそういった分割できない個人という概念に基づくモデルではなくて文人という概念に基づいたモデルで自分を把握するならば会社にいる時の自分 恋人といる時の自分友達といる時の自分っていうのを一つ一つを相対的に見て自分のストレスになっている文人が一体どれなのかそしてどの文人を生きているときは自分は幸福感を感じて心地いいのかということを客観的に考えることができますそうしますとその困難を克服するときには自分の中ではどの心地いい文人の比率を大きくしてストレスのある文人の比率を小さくすべきか そのためには人間関係や自分がいる場所をどういう風に整理していけばいいかということが具体的に考えられますそして自分が心地いい文人でいるということは必ず誰かといる時の自分あるいは何か音楽でも文学でもいいんですか何か対象を通じて実感する自分というのはそこにあるわけです僕たちは自己肯定というのを個人の全体を肯定するという形ではなかなかうまく えー、行うことができません。えー、まあよっぽどのナルシストじゃない限りですね。だけど誰かといる時の自分が好きだとか、あの音楽を聴いている時の自分が好きという形では、つまり他者を経由して、えー、自分に至るという回路を獲得することができれば、えー、比較的容易に自己肯定ということができるわけですね。逆にその自分が嫌いだっていうときには、やっぱり他者との関係性が一つの起因になっているというふうに考えることができるわけです。 でえー、つまり自分が自分に対して肯定的な気持ちになるときにはやっぱり他者の存在が必要なんだと他者を経由するということが重要なんだとでこれが共生の、えー、根源でははないいかと僕は思いますこの話を発展させて多様性とコミュニティの話につなげるとすると僕たちはその他者とコミュニケーションを図るときには、えー、主に言語を介して常にその他者性というものが自分の中に混ざり合っていく経験をしています。えー 相手の考え方だとか言葉の使い方だとか物の感じ方だとかあるいはその文化的な背景というのはコミュニケーションを交わせば交わすほど僕の中にどんどん混ざり込んでいきますでそしてその相手だけじゃなくていろいろな人とコミュニケーションを交わすたびに僕は相手のいろいろな人の他者性というのが僕の中に混ざり込んでいきますそうしますとそれを排除して自分という人間を完全に順化するということは不可能なわけなんですね 僕の中には雑多な他者性というのは常に混ざり合っていてその複数の他者性がまた僕の中で混ざり合っていくという経験が常に起こっていますそうしますとある人と僕とを完全に分断しようとしたときにはたとえ僕とその人との間に切れ目を入れたとしても僕の中にすでに混ざり合っている他者性というのは排除することはできないんですね。インディビジュアルという概念は確かに一人の人間の一体性ということを語っていますが裏を返せば 隣他者と自分とは違う人間だとディバイドできてもうこれ以上ディバイドできない存在として個人という人間があるという考え方をするわけですですから他者とは切断されていてインデペンデントだっていうふうに考えるのが個人という概念ですそれに対して文人と僕は呼んでいる考え方は自分の中には内的に複数の存在が内的に人格が複数化されますが 他者との間では常にコミュニケーションを通じて分割できない共同の共通の場所共同の関係というのが維持されるというふうに考えるわけですつまり他者との間には分割不可能な何かが常に維持されているというふうに考えるわけですねそうしますと僕たちはあるカテゴリーによって他者と分断されようとしたときにもすでに他者性が僕の中に混ざっていてしかも えー、具体的な固有名詞を持った誰かとの関係というのは決して分割できないものとして維持されているわけですそれがカテゴリーを通じて社会を分断しようとする力に抵抗する、えー、より細かな、えー、しかし力強い関係性になっていくのではないかと僕は考えていますそしてその時にやはり重要なのは愛ではないかと思います人と人とがそのようにお互いの他者性というのを交換しながら、えー 分割することのできないある場所というのを常に築いていくとその時に愛というのは非常に力強い力を持っていてそれは必ずしも恋愛だけではなくて指定愛だとか郷土愛だとか自分のしゃべっている言語に対する愛だとか音楽に対する愛だとか友人友人に対する友愛だとかいろいろな愛の形があります。 でそれがまあ近年僕が書いている小説の一つのテーマになってまして特に、えー、今回、えー、英,語英語への翻訳としては2作目になります「マチネの終わり」という小説の一つの非常に大きなテーマになっていいます、えー、この機会ににぜひ手に取って読んでいただければと思います。